ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢何やってるんだ？昨日は大雪だったから鎌倉を作ってるのよ。子供か。明日筋肉痛になっても知らないぞ。そんな歳じゃないから大丈夫よ。歳は関係ないと思うけどな。あ、崩れちゃった。脆いわね鎌倉。鎌倉といえば霊夢、鎌倉幕府の最後がどうなったか知ってるか？え、最後。成立はいい国作ろう鎌倉幕府でしょ。でも最後はよく知らないわね。最近は1185年説の方も有力だけどな。そうなの？それじゃあ今日は150年間も鎌倉幕府を実質的に支配し、一族で強大な権力を誇っていたにもかかわらず、あっさりと滅ぼされたしくじり一族北条家について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは鎌倉幕府の成立と北条家の関係について説明するぜ。よろしくね。長い間平氏と対立していた源氏は壇の浦の戦いで平氏を滅ぼし、源頼朝が全国に守護地頭を設置したんだ。この年が1185年なので鎌倉幕府の成立は1185年という説が最近では有力とされているんだぜ。それじゃあいい国作ろうは何があった年なの？1192年は源頼朝が朝廷から征夷大将軍に任命された年だぜ。鎌倉幕府の成立した年は諸説あり専門家の間でも意見が分かれているらしいな。なるほど、それで鎌倉幕府と北条家の関係は？北条家は伊豆に本拠地を持つ中規模の武士集団だったんだが、平治の乱の敗戦で伊豆の国へ流された源頼朝を預かることになったんだ。そこから源氏と北条家との関係が始まるんだぜ。つまりかくまってあげたってことね。でもそれだけで政治に関わるほどの深い仲になるかしら？そうだな、だが理由ができたんだ。北条家の当主北条時政の娘、北条政子と源頼朝が結婚し、源氏と北条家は親戚関係になるんだ。急展開ね。そして北条家はその後の源平合戦にも源氏方として尽力し、頼朝が征夷大将軍に任じられると有力御家人としての地位を獲得したんだ。なるほど、そういうことだったのね。しかし、源頼朝は将軍に就任してからわずか7年で亡くなってしまい、頼朝の息子源頼家が2代将軍になるんだけど、頼家はこの時18歳という若さのため頼朝の妻北条政子を擁する北条氏が代わりに政治を行うことになったんだ。親族なんだし当然よね。ところが、政子の父北条時政は独裁的だった頼朝がいなくなると13人の合議制を提案するなど、将軍の外戚として幕府内で強い影響力を持ち、将軍の補佐役である初代執権となったんだ。鎌倉殿の13人って、もしかしてこの13人のことなの？そうだぜ。その後、北条家をよく思わない御家人たちとも争いもたびたびあったが、三代将軍である源実朝が暗殺され頼朝の直系の子孫はいなくなり、源氏の将軍は三代で途絶えてしまうんだ。え、じゃあ150年も続いた鎌倉幕府で源氏の将軍は最初の3人だけだったの？そうだな。源氏の将軍が途絶えた後は、源氏の遠縁である摂家将軍、皇族将軍と次々に置かれていったが徐々に傀儡化し、実質的には執権の北条家と一部の有力御家人で政治を行うようになっていったんだ。北条家やるわね。二代目執権職に就いたのは時政の息子北条義時だ。義時の時代に北条家にとって大きな出来事が起こるんだ。それが承久の乱だぜ。なんか歴史の授業で聞いた覚えがある気がしなくもない。霊夢は授業中いつも寝ていたからな。承久の乱とは、力をつけてきた鎌倉幕府をよく思わない後鳥羽上皇が朝廷へ政治権力を取り戻そうと北条義時を討伐するために起こした戦いだ。北条家は頼朝の妻北条政子の演説で、バラバラだった東国の武士たちの気持ちをまとめ、この戦いに見事勝利したんだ。そして東国だけでなく朝廷と西国の御家人たちを監視する六波羅探題を京都に設置して、幕府の支配領域をますます拡大させたんだぜ。どんどん大きくなっていくわね。三代執権北条泰時の時代には執権の補佐役である連署、裁判政務などを合議で決める採決機関老上州、武家社会の法典御成敗式目を制定して、北条執権体制を一層揺るぎないものにしていくんだ。勢いが止まらないわ。そして五代執権北条時頼の代から特捜先制政治が行われ始めるんだ。特捜？また新しい言葉が出てきた。簡単に説明すると、北条家にはたくさんの分家があったんだけどそれら北条一族の中の頭領、つまり本家の当主のことを特捜と言ったんだ。北条家の当主って執権じゃないの？執権は鎌倉幕府における将軍補佐の役職で、特捜は北条一族の家督の別称だな。だが特捜の立場で執権を務めた人も多いからちょっと紛らわしいな。じゃあ特捜先生政治って北条一族のトップが政治を独占したってことかな？そんなところだ。本来なら幕府のトップである将軍が政治を行うところを、補佐役である執権が務めるようになり、今度は執権を務める北条家の当主が政治の実権を握る構図に徐々に変わっていったんだ。もはや北条将軍状態ね。そして八代執権北条時宗の時代に鎌倉幕府最大の危機が訪れるんだ。
これまでトントン拍子だったのに突然のピンチ？一体何があったの？二度にわたる蒙古襲来、いわゆる元寇だな。モンゴル帝国の襲来ね、でも撃退したって歴史で習った気がするけど。そこは寝てなかったんだな。確かに結果だけ見れば二度の襲来はどちらも撃退したと言えるな。だがその後の対応が後々鎌倉幕府の崩壊、ひいては北条家が失脚していく原因の一つになるんだ。どういうこと？その前にまず鎌倉時代における将軍と御家人との関係を話しておく必要があるぜ。鎌倉幕府では、全国の御家人武士と幕府の間には御恩と奉公の関係からなる封建制度が設けられていたんだ。御家人は幕府のために戦い、幕府は御家人に恩賞褒美として土地を与えるという関係にあったわけだ。つまりギブアンドテイクの関係ってことね。日本史の出来事を英語で言い換えるなよ。でもそんな感じだ。霊夢の嫌いな一生懸命という言葉があるだろう。これはもともと何かをやるという語源なんだけど、本来は武士の一生、自分の領地を命を懸けて守るという意味なんだ。つまり武士にとっては誰が自分の主であろうと、自分の領地が守られるのであれば構わないというのが武士たちの本音だったんだぜ。なんだか割とドライな関係だったのね。って誰が一生懸命嫌いよ。それでも武士や御家人にとっては戦で成果を上げることは自分の領土や財産を増やすことになるわけだから一生懸命戦うんだ。そして蒙古襲来の時も命を懸けてモンゴル軍を退けて大勝利に貢献した。ご褒美のために頑張るって、現代の給料をもらうために働くサラリーマンと同じよね。ある意味健全な関係じゃないの？だがそううまくはいかなかったんだ。蒙古襲来は日本にとってはただの防衛戦だったことが問題なんだぜ。今までの戦では敵を滅ぼし、相手の領土を奪い取ることで、功労のあった者たちへの褒美にすることができたんだけど、防衛戦であったため敵の領土を奪うことはできず御家人たちは命がけで戦ったにもかかわらず得られるものが何もなかったんだ。つまりただ働きだったってこと？それは辛いわね。そうだな、道の相手との戦いに二度も駆り出されて満足な褒美ももらえなければ御家人たちの幕府への不満が高まるのも当然だな。ただ幕府としても戦で得たものがない以上渡せる褒美もなく苦しい立場でもあったんだ。さらに御家人たちの不満を高めた理由に当時の相続の仕組みが問題だった。相続税が高かったとか？いや、当時は分割相続というのが主流だったんだ。相続の時に嫡男が全てをもらい受けるわけではなく兄弟全員に分割して領地を分け与える仕組みだ。え、相続で揉めなくていいじゃないの？そうとも言えないんだ。分割ってことは、例えば兄弟が4人ずつ生まれる家だと仮定するとこの代で4分の1、孫の代では16分の1まで減ってしまう。つまり代替わりするたびに1人当たりの領地が減って、どんどん貧しくなってしまうんだ。確かにそれは厳しいわね。現在の相続税どころの騒ぎじゃないわ。こうした情勢の中、貧しい御家人を救済するために幕府は特政令を発動したんだ。要は借金をチャラにしてあげますよって制度だな。ああ、桃鉄で見たことあるやつね。鎌倉時代の制度だったんだ。だがこの特性令を出したことで一時的に御家人の救済はできたんだけど今度はお金を貸していた商人たちが取り立てができなくなってしまい、貨幣経済の大混乱を生んでしまったんだ。確かに借りた方はラッキーだけど、貸した側はたまったもんじゃないものね。しかも一時的に借金はチャラになったけど根本的な問題が解消されていないから結局また貧しい御家人が生まれてしまう。領地が増えなければ借金生活に逆戻りね。さらに御家人にお金を貸していた商人たちもいつまた特製令が出されるかわからないからお金を貸し渋るようになってしまい、結果的に貧しい御家人はさらに苦しい状況に追い込まれて、幕府への不満は一層高まっていったんだ。ザ。悪循環って感じね。そして九代執権北条貞時の時代に有力御家人の、足立康盛と平の頼綱の間で下月騒動という対立が起こったんだ。下月ってことは11月に起こったの？霊夢にしてはなかなか鋭いじゃないか。その通りだ。これは当時の幕府の実力者トップ2の二人が北条特捜系、権力が集中することに賛成か反対かで対立し戦に発展したんだ。結果は平頼綱の勝利。勝利した平頼綱は特捜系に従う御家人身内人の筆頭である内官令という立場にいたから、特捜系権力がどんどん集まるようにしていったんだ。その結果北条家と対立する御家人は一掃されてしまい、北条家による独裁的な特捜専制政治体制が確立して、ますます周りの御家人たちから不満が高まってしまうんだ。さっきから御家人たちからの不満が高まりっぱなしじゃない？そうだな、小さなしくじりを積み重ねて徐々に幕府と御家人の信頼関係が崩れていってる感じだな。しかしそんな不満をよそに北条特捜家による独裁的な政治は続き、その権力に油をかいて仕事を真面目にしなくなり、将軍と同じように幕府のお飾りのような存在になり下がってしまうんだ。お飾りの将軍を補佐するお飾りの執権って、一体誰が仕事するのよ。そして14代執権北条高時の代に、堕落した幕府を見て立ち上がったのが、後醍醐天皇だ。後醍醐って銀河鉄道の？霊夢、お前何歳だよ。後醍醐天皇は、武士ではなく天皇が政治を行っていた時代のようにしようと倒幕の計画を立て、
成中の変幻光の乱を起こすんだが、いずれも幕府に計画が知られてしまい沖へ流されてしまった。武士出身の幕府だけあって戦には強いわね。ああ、だが徳宗先生に不満を持つのは後醍醐天皇だけではなかったんだ。楠木正成や赤松則村など、各地で悪党と呼ばれる武士が、幕府を倒そうと兵を挙げたんだ。そして後醍醐天皇も沖から脱出し、再び倒幕のために動き出したんだぜ。でも北条家には有力な御家人がたくさんいたんでしょ？ああ、だがそんな幕府の有力御家人の一人、足利尊氏が倒幕軍に寝返り京都の六原丹大を攻め落とされてしまう。まさかの裏切り。でも確かに元寇の後から御家人たちの不満高まりっぱなしだったものね。これまでのツケが回ってきたのかな。そして1333年、とうとう幕府の本拠地である鎌倉も、倒幕軍の新田義貞率いる軍勢に攻め込まれてしまう。勝ち目がない北条一族は最後まで付き従った約800人と共に、北条一族ゆかりのある東照寺にて全員自害して果ててしまったんだ。全員自害って悲しすぎじゃない。こうして150年近くも続いた鎌倉幕府と北条執権体制はあっけなく滅ぼされてしまったんだぜ。一時は北条将軍状態だったのに、本当に最後はあっけなかったわね。そうだな、やはり北条家のしくじりは、元寇後の恩賞不足への対応、分割相続という仕組みと安易な特性例、徳宗先生政治による権力の独占、これらの理由で御家人たちからの信頼を失ったことが大きかったな。最初は13人の合議制だったのにね。ああ、そうだな。そして一度崩れた信頼を取り戻すのは難しいってことだ。霊夢が作った鎌倉のようにな。そんなことないわよ、私の鎌倉は何度でも蘇るわ。また作る気なのか、元気なやつだな。どうしたんだ霊夢？マリサ。体中痛くて動かない。筋肉痛だ。それじゃあ今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。